このチャンネルではイギリスより世界の料理、お菓子、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、皆さんお疲れ様です。今日の動画は抹茶のケーキをお送りしたいと思います。その前に少しおしゃべりしながら最近の近況なども皆さんにシェアしていきたいかなと思います。こちらまーこちゃんが、ウォッシングタイムですね。一生懸命体をきれいにしているところです。まーこちゃんはね、2階が彼女のテリトリーなんですね。なのでいつも私の料理の撮影は下でしますよね、台所で。なのでまこちゃんはもうほとんど登場できないというかね、あの下にはご飯を食べに来るのとトイレに来るのとお水飲みに来るので廊下のところにまでしか来ないのね。だからほとんど彼女が登場することがないので、あの2階にたまたまカメラが今あったからね、ちょっとまこちゃんの近況を皆さんにシェアさせていただきました。とっても元気にやっております。そしてこちらの映像はですね、あの前回メキシコ料理の動画をやったでしょ。でちょっと半分しか動画映ってなくって、カメラの位置が悪くて申し訳ないんだけど、あの残ったタコスのシェルをこうバラバラってやって、で残ったあのサルサ全部乗っけて、で残ったチーズも全部乗っけて焼くだけで、あのいわゆる何、これもテックスメックスで本格的なメキシコ料理とは言えないかもしれないんだけど、本当に美味しい一品ができるので、これ取り合いになっちゃうって感じぐらい美味しいのでね。で焼きオーブンで焼くだけなんだけど、焼き終わったら奥の方に見えてるライムジュースをジューッと絞ってですね、もうこれがたまらなく美味しいので、あの必ず何かしら残るでしょう。まあ残んなかったとしてもお肉とチーズだけでもいいし、サルサとチーズだけでもいいし、何でもいいから残ったものをオーブンで焼くだけでかなり美味しい一品になるので、すごくおすすめです。一人ランチです。これ昨日の味噌汁の余り物にトマトとネギと豆腐のお味噌汁で、なんか秋が来るから次の日はすりごま入れたりとかして、ちょっとで卵も落としたりします。でこれは前長男帰ってきて張り切って作った時の餃子の残りを冷凍しといて、こういう時に密かに食べるのがすごい楽しみです。これにもうゆで餃子にしちゃって、ヘルシーだからこれにポン酢をかけて食べます。はい、お待たせしました。それでは本日のレシピ、抹茶とクリームチーズのケーキを作っていきましょう。まず2つのボウルを用意して、卵2個を、卵黄と卵白に分けていきます。このケーキの作り方は、共立てではなくって、卵と卵黄を別にするタイプのジェノワーゼの作り方とほとんど一緒なので、もしその作り方を知っている人はあの材料だけ見れば作れるかなと思います。シフォンケーキのように卵黄の方に全ての材料をぐるぐる混ぜるというわけではないので、そこだけ注意すれば、ジェノワーゼとシフォンケーキの中間ぐらいの食感に仕上がってとっても美味しくできるので、あのそれを目指してみてください。はい、こちらの卵白の方にですね、砂糖を 60g 加えます。卵白の方を泡立てていきます。卵白はあまり固く泡立てすぎないように注意します。ホイッパーですくった時にてっぺんの方が少し垂れるぐらいを目指して泡立てていきます。型にカップケーキの紙を6個分敷いていきます。はい、次に卵黄の方の準備です。軽く泡立てた後にこちらに牛乳大さじ3、
油大さじ1を先に加えてください。この動画では粉を先に振り入れてしまっているので、皆さんはそちらを間違えないように先に水分を加えてあげた方がうまくいきます。まずは薄力粉 60g、 それから抹茶パウダー小さじ1、こちらは必ずふるい入れてください。全体の材料などは下の概要欄にも明記しておりますので、作りたくなったらそちらをいつでもチェックしてみてください。はい、卵黄生地の方をざっくりと混ぜましたら、泡立てた卵白の3分の1ほどを取って、よく混ぜていきます。滑らかになるまで混ぜ終わったら、今度は残りの卵白をすべて加えていきます。さっくりと切るようにして混ぜて、なるべく泡を潰さないように混ぜたら生地の出来上がりです。はい、続いてクリームチーズ生地の方を作っていきます。クリームチーズ 120g を量ります。で、作って気がついたんですが、このクリームチーズを作る作業は一番最初にやった方がいいかもしれないです。はい、生地と言ってもとっても簡単で、クリームチーズ 120g に、お砂糖 20g、 そしてバニラエッセンスを加えたらもう生地の出来上がりです。小麦粉などは入れないで大丈夫です。はい、ここまで来たらオーブンを170度に予熱しておいてください。そしてクリームチーズをところどころに落とします。ところどころというかね、まずボトムの方に右側でも左側でもいいんですけれども、適量このように垂らしていきますね。そしたら今度一すくいずつお玉とかを使って生地をそれぞれ流し込んでいきます。1杯分ずつぐらいかな。はい、そうしたらね、また残りのクリームチーズを6等分して、今度は反対側の、さっきクリームチーズを入れたところと反対側の上の半分にのっけてあげます。まあこれは自由なので別に同じにしたっていいんですが、その方が食べている時にクリームチーズが口に入る率が均等になって美味しくなるかなと思うので、そうしています。はい、我が家のオーブンでは20分で焼き上がりました。焼き上がりはこのように地味な見た目になるんですが、こちらをですね、剥がして、紙を剥がして逆さにひっくり返すと、とっても可愛く、サーブできるので、お客さんに出す時とかは紙から出して逆さにひっくり返してサーブしてあげてください。はい、それでは早速開けてみましょう。こんな感じで紙でオイルを塗らなくてもね、ちゃんと綺麗に取れますので、クリームチーズがところどころに入っているのが見えるかと思います。まずは一口味見してみますね、当然のことながら。はい、しっとりふわふわで、蒸しケーキのような食感なのが特徴で、スポンジケーキのジェノワーズとも違うし、シフォンケーキとも違う、その中間ぐらいの食感に仕上がるのが正解です。
一口食べるとこれ蒸しケーキなのって聞かれたりとか、どうやって作るのって必ず聞かれるケーキだし、見た目もすごく可愛いのでね、ぜひ皆さん作ってみてください。このケーキ意外とアレンジも効いて、キャロットケーキバージョンにしたりとか、チョコレートバージョンにしたりして、並べるとすごく可愛くなります。なんか牛の模様みたいになって、すごくランダムな模様がとっても可愛いと思います。それでは皆さん、今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。